機動戦士ガンダム講座ですね。第36話、恐怖機動ビグザム。今日はその7回目です。このエピソードでは主人公アムロレイはドラマの中心じゃないんですよね。あの、ストーリーを進める役、いわゆる狂言回しとして出ていてですね。あの、今回アムロレイ主人公は目撃者なんです。目撃者としてですね、スレッガー注意、そしてジオンのドズル中将のですね、死を見届ける役目みたいなものなんですね。今、えー、 回のですね、後半 B パートとていうか、恐怖、人ビビグザム全体について言えることなんですけど、アムロは何を見たのか、目撃者って何を見たのか、まず、ドズルの花道、ジオのドズル中将の花道、スレッガー注意の花道、あと、悪魔の正体、で、ラスト1分13秒ですね、えー。この4つの話をですね、この B パートについてしたいと思います。今日の話はこの1番目、ドズルの花道についてです。 ちょっとコマを見ながら具体的に話をしていきましょう。まず、えー、恐怖起動ビグザムですね。アイキャッチという CM の前と後に続く、ここから始まります。で、この直前は、えー、ソロモンから発信する大艦隊のシーンで終わってますね。A パートのラストはそこのシーンで終わってるんですけども、結局、ドズル中将はですね、えー、まだ脱出用と、まあ、非常時用にですね、抱えていた 結構大艦隊、ソロモン要塞に残ってたんですよ。でそれを発信させて、連邦軍の攻撃をですね、もう潰そうというふうに決心して出した。そこで A パート終わり。で、B パート始まりです。で、B パート始まるとですね、ティアンム艦隊と呼ばれるですね、えー、あの、ジオンのソロモンを今攻撃してる主力艦隊ですね。で、グラナダに敵の動きが認められますというふうに復刊が言うと、ティアンムが、えー、まだ我慢できるなっていうふうに言うんですね。 まあ意味としては、グラナダっていうのは月のキシリアの基地なんですけど、そこからですね、えー、援軍が出発したという意味なんですよ。で、グラナダ月からですね、援軍が出発したら、おそらく何時間後かにはですね、ソロモンに来てしまう。で、このグラナダの援軍が来たら、今ですね、連邦軍がやってる攻撃はですね、全部跳ね返されてしまうので、まだ我慢できないとまだ戦いになっと聞いてるんですよ。で、 連邦軍の、まあ、こいつがさらに、しかし、ソロモンの後方から残りの敵艦隊が出撃しました。さっき言った A パートラストへ出撃するやつですね。で、破損を免れたソーラーシステムで潰せるか、60%の確率ならやってみようということで,ですね。ソーラーシステムをもう一回動かそうとします。という流れなんですけども。で、アムロはですね、A パートの最後の方でですね、怪物だとっていうですね、連邦軍のジム、モビルスーツに乗っているパイロットの叫びを、 無線で聞くんじゃないんですよ。あの、無線が通じないんですが。そうじゃなくて、ニュータイプ能力でテレパシー的に感知して、怪物、どんなやつか見てみようと思って。まだその頃はジオングの恐ろしさに気がついてないんですね。で、アムロ君はですね、奥へ奥へ行くとですね、ついにジオングの足だけ動くんですよ。アムロの見た目で、ジムですね。で、ジオングがですね、ここからロケット噴射で、 え、発信してですね、このジムが焼けて消えてしまうんですけども、モビルスーツをこんなに破壊できる敵の新兵器どんなんだろうというふうに見に行ったらですね、このジオンがちょうど発信するところだったんですね。で、ついに、ジオンがですね、ソロモンを発信して、その巨大な姿を現します。 これにはもう連邦軍もですね、海とかももうびっくりでする。なんだあれはということですね。びっくりします。しかしですね、次の瞬間というかですね、ほぼ同時刻にですね、えー、ソーラーシステムがです、ね、作動して、ジオンのですね、さっき出したばっかりの残りの艦隊、いわゆる脱出する戦艦とかも含めて、最後の最後、いわゆるもう本当に最後の守りを固めるはずだったですね、戦艦軍がですね、艦隊が 新しいソーラーシステムで焼かれてしまいますね。で、これにね、なんかこう、発信した後に気がつくんですね。発信前はまだ、ドズル勝てるつもりだったんですね。まだ、勝ち方が残ってると思ってるのかな。ビグザムに乗って出撃すればもう、勝てるつもり。そこまでやるつもりなかったんだけども、まあ自分が出撃したら勝てるつもりで、残りの艦隊も出してると。そういうつもりだったんですけどもですね、えー、まさか自分が、 その敵との戦い、一対一の戦いに夢中になっている間にですね、連邦軍の新兵器がまだ動くと思ってなかったんですね。でまだ動いて、えー、虎の子の残存艦隊ですね。これがですね、焼き払われてしまったという状態ですね。で、ここでドズルです。ドズルね、これあの、チャック上げてるんですね。宇宙服を着てチャック上げて、この後ヘルメットかぶる描写。 で、もうね、なんでこの描写を入れるのかっていうと、いよいよこいつが死ぬ決心を固めたからなんですね。死ぬ決心を固めたのでですね、将軍服ではなくて、わざわざ宇宙服に着替えてチャックを上げる描写を入れて、で、命令を出していると。で、残った艦は敵主力に特攻をかけますというふうにこいつ言うんですね。残った艦っていうのはこの敵の新兵器で焼き払われて、 まだ何隻か戦艦生き残ってるんですよ。で、それは敵主力艦隊にですね、特攻ですね。つまりもう体当たり攻撃かけるっていうふうに言ってるんですね。で、ドズルはですね、よーしって言うんですよ。で、ビグザムの目標はっていうふうに復刊が聞くと、後方指揮官を狙う。ザコには目もくれるなっていうふうにドズルが言います。えーとね、つまり、まだソロもビグザムが発信した時点では望みがあったんですよね。残存艦隊で連邦の主力を撃って、 グラナダからの援軍が来る何時間かも、なんか持ちこたえればよかったんだと思ったんですけども、しかしですね、この次のコマで、えー、艦隊の大多数を消されてしまって、残ったやつも特攻をかけるぐらいしかない。なので、この3コマ目ではですね、ドズルの目標はですね、えー、連邦軍を撃つではなくてですね、特攻して、 敵の指揮官ですね。つまりティアンム艦隊のティアンム提督自体が座上している機関にですね、何でもいいから攻撃をかけて刺し違えようというです、ね、まあこういう戦いになっているわけですね。ビグザムさすがに強いです。ビーム弾くんですね。これもあの敵のビームが曲がったり弾いたりしてしまう。で、こういうモビルアーマーとかもあの、見たことがなかったんでアムロ驚きます。 やっぱりただの大きいだけのモビルアーマーじゃなかったとで。前回でジムのパイロットが言ってた化け物だというセリフのですね、やっと驚きを知ったわけですね。そうすると、アムロの顔の上に、えー、こう、なんだろうな、これ富野さんしかやらない演出方法だから説明しようがないんですけど、割り込みでカイとスレッガーの驚く顔が入ってくるんですね。 あーっていうふうに海外行って、スレンガーが今確かにビームを弾いたっていうんです。この3人、そのビームを弾くシーン初めて見るので、あ、敵のこの超強力なモビルアーマーっていうのはただ単に近くでビーム砲を撃てば勝てるんではなくて、ビーム砲を弾くやつだと近づいて何かするしかないというふうにわかるんですね。で、一方ビグザムの操縦席ではですね、 あの、ドズルは敵主力艦に特攻するっていう命令を出してるんですね。で、その前に各自脱出の、えー、発行信号を出せって言うんですよ。で、ま、さっきの復艦驚いて、しかしって言うんですけど、ドズルは、まあ、戦力をズタズタにされすぎたと。遺憾ながらソロモンを放棄すると。つまりもうソロモンは諦めるって言うんですね。操縦系を切り替えて私のところへ回せ。お前らも脱出しろって言うんですよ。でまあ えー、無駄死にはするなと、えー。ドムとザックがいるから、そいつらに引っ張ってもらって、戦場から抜け出せって言うんですね。で、えー、ドズルは結局、本当は操縦者と攻撃者と、あと司令官の3人乗りのですね、ビグザもここから一人で操るから、お前らも先に脱出しろと言って、で、降伏じゃないですよ。降伏あくまでしないんですね。ソロモンを放棄するんですよ。で、発行信号を上げます。 発光信号をバーンと上げて、この発光信号で、もうソロモンに残っている残存部隊も、もうソロモンを守る必要がなくなるわけですね。この発光信号によって、あらゆるモビルスーツは、ここっから先、連邦軍と無駄に戦うことはせず、一目散に逃げると。グラナダから来た艦隊方向へ逃げればいいわけですし、あとソロモンの中に残っている人々も、 まあ、いわゆる軍人も含めてですね、モビルずつ乗れる人も何も、みんな宇宙服着て、とにかくソロモンから逃げればいいし、もしもどうしようもなくなったら降伏してもいいっていうサインなんですね。で、コシンゴ、あげると。で、えー、まあ、これでソロモン要塞、ジオンのソロモン要塞終わってですね、ドズルの将軍としてのですね、役割は終わったんです、ね。優秀で冷静なドズルはもうどこにもいないんですよ。こっから先は一人の意地だけが残った、 意地とプライドしか残ってない、侍としてのドズルしかいないという状況になります。で どうするこうなって初めて心の底から笑います。それまでも表面的な笑顔とかですね。はっはっはっは、ゼナ安心しろとかって言ってたんですけど、本当の笑い顔でやっぱこんぐらい <laughs> 怖い人なんです <laughs>。で笑ってて、ふふふ、こうも簡単にソロモンが落ちるとはな、というふうに笑います。これはもう油断していた自分とか、自分を軽んじて補給をちゃんとしてくれなかった兄ギレンとかですね。 そのキシリアとかですねそういう人間に対して自分自身がうまく振る舞えなかったで自分も弟のですねそのガルマに対して果たしてどこまで分かってやっただろうかいろんな思いがこもった上での笑いですよ、ね、自分を笑ってるんですねこんなに簡単にソロモンが落ちるとはっていうのはつまりソロモンの宇宙要塞としての力を過信していたやっぱり自分に対しての笑いなんですねで